部長、お願いしたいことがあるんですけれども、第二子が生まれた後、しばらくですね、育児休業を取らせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？うん、いいよ。あ、大丈夫。本当ですか？ありがとうございます。まあ、あんまりいい顔しないんじゃないかなとかっていうふうに勝手に考えてたりもしたんですけど、本当に快く承諾してくれた。私たち JMAX ソフトは企業向けビジネスシステムの構築を設計、製造から保守、サービスまでの全てを一貫して請け負っております。奥さん一人で子供たちをするというのはなかなかやっぱり大変ということで、やはり積極的に、参加していこうというところで設けたところですね。ものづくりが、非常に好きだと、やっぱり根本的にそういうことが好きだという方にぜひとも来ていただきたいと。教育体制ですね、そういったものも充実させていますし、入社して初めてプログラムを触るという方でも、不安がないような形でサポートできるようにしています。受注先の8割が上場公開企業。長岡に住みながら首都圏の最先端の仕事をしてみませんか？